さあ行け、そこを越えたい、あ越えた、うん、まあ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 、おお、あおおおみなさんこんばんは、シーサです。トミーです、こんばんは。トミさん今日もお疲れ様です。お疲れ様です。いや閉店後の気候な加古川店さん今日来ましたけど、はい、なんか今日はいつもと雰囲気が違うなと思って店内見てたんですけど、 それもそのはず、なんか聞くところによると、はい、そうなんです、めちゃめちゃ今日はお客様が集まられたと、はい、今日本日、まあ、9月9日なんですけども、はい、まあ、抽選で1100名様、1100名ですよ、はい、抽選で、すごい、一般の入場で、はい、300名弱と1400名ぐらいが並ばれたと、はい、そうです。キコーナ加古川店さん総台数が1283台です、はい、じゃあもう朝から大会場のお客様がオーバーフロー、はい、うわーそれはちょっと嬉しい。私も LINE の方でですね、はい、まあ、当日朝からお出迎えしますというふうに公言してましたので、はい、あ、じゃあもうその1000人以上のお客様に朝からもう声からがらでございます。あら、じゃあもう今日は朝からもうお疲れのところだと思いますけれども、いやいやいや、ここからがキコーナチャンネル本番ですから、もうちょっと妙にテンション上がってしまってますね。やっぱ稼働がいいよ、やっぱり。あ、気分って大事ですよね。ですよね。いや実はね、昨日僕キコーナ網干店さん行かせていただいて、はい、以前からお話ししてた、ゴッド引くまで終わりませんの生放送させていただきました。で見事ですね、ゴッド引くことができまして、まあ、非常に気分がいいわけですよね。その流れで今日ここ来てますので、加古川店さんの稼働が高かったと聞いて、はい、めちゃめちゃ僕はテンションが上がってます、さあそして昨日ゴッドの生放送をして今日何打つのっていう話ですけども、ね、いよいよですね、はい、アナザーゴッドハーデスの後継機、はい、あなたの夫ハーデス、はい、こちらが導入されているということで、まだ打ったことないんですけど、そうですね、私も今日が初めてになりますんで。あ、そうですか、はい、まあ、導入直後ということで、どういったゲーム性なのかっていうのを探り探り、そして高設定の方をね今日はお伝えしていきたいと思っております、はい、さあそしてまあ、昨日生放送させていただいたと言ったんですけれども、はい、まあ、おかげさまで多くの方に見ていただいたんですけれども、リアルタイムで見れなかった方もですね、はい、一応後から見れるようにアーカイブとしてこちらのキコーナチャンネルの方に動画の方残っておりますので、はい、まあ、ぜひですね、ぜひ、そうですね、今年ずっと言ってきたゴッド引くまで終わりませんの罰ゲーム、実行したところ、たくさんの方にまた見ていただけたらなと思いますので、そちらもよろしくお願いします。さあそれでは本日は、はい、あなたの夫ハーデス、早速実践の方に入りたいと思います。よろしくお願いします、はい。さあというわけで今回こちらですね、あなたの夫ハーデスということなんですけど、トミーさんも今回が初めて、初めてです、はい、で私シーサーも今回初めてということで、はい、まあ、加古川店さんに導入されたばかりということで、ええ、まあ、試しに打ってみようかぐらいの感覚なんですが、はい、一応森店長の方にですね、ええ、設定の方を準備していただきまして、はい、どっちかが設定6でどっちかが設定5、はい、っていう状況です、ええ、分かりません、どっちかどっちか、そうですね、僕も知りませんので、はい、まあ打ってで最後にどっちが5でどっちが6だったかみたいな予想もできたらなと思ってます。そうですね、はい、でちょっとカメラの方寄っていただいてもいいですか。しっかりね出玉の方もあるんですよ。一時的に3枚数で4000枚ぐらいのねプラスもありますし、最終的にも2000枚ぐらいのプラスで終わってると。こちら一番右の台はですね6000枚出てるんですよね、昨日のグラフが。なので結構1000枚から2000枚ぐらいの波は作れてるので、まあ、結果ね、もちろん万枚とかっていうところじゃないんですけど、このグラフの幅を見ると6号機としてはまあまあ勝負できる台なんじゃないかなと感じますね。でもちろん厳しい動きしてる時間帯もありますよ。だこれがあるから上振れもあるっていうところですよね。まあ、そのあたりハーデスらしさをどう継承しているのか、そうですね、実際に打ちながらですね、体感していきたいと思います。それでは行きましょうか。お願いします。よろしくお願いします。おお、めちゃめちゃ可愛くなってます、ね、はい、まあ、コンセプトがゆるいハーデスっていうところにもありますので、まあハーデスの本当にゆるいバージョンですよね。
で、トミーさん、ゲーム性はもうハーデスとほとんど一緒で、はい、要は通常時に定格、通常、天国、準備、天国があってモードを上げて、まあ、天国で刺すみたいな形がオーソドックスな初当たりの流れとなっているようですね。まあ、6号機という中でもベースがちょっと低めっていうことで、そうですよね、はい、大体6号機は平均50ゲームとか、ね、そうですね、結構言われてますけど、はい、40ゲーム前後となれば、まあ、それだけね、逆にこう期待できる部分もあるんじゃないかと思いますね、はい、で肝心なのはその、まあ、メイン AT のゴッドラッシュまでの流れですよね。ジャッジメントにどうやったら行くのか、その前のゆるチャレって何なのっていうところですね。そのあたりのこう基本的なゲームフローを今回ある程度お見せできたらと思います。で、5と6打ってますので、まあ、ご覧になられている方も、あ、なるほどね、6はそんな感じなんだっていうのがちょっと分かれば、あと一つ気になるのが子役履歴の窓が4つなんですね、はい、5つだったところが4つになってまして、うん、まあ、これ4つすべてあの宝石がたまればまたね、その状況によって恩恵変わってくるんですけど、うん、通常時だったら、ゆるチャレ濃厚だったりとか、うん、AT 中だったらジャッジメント濃厚だったりとか、まあ、とにかくこの宝石を4つすべて貯めることができればいかなる状況でもチャンスということですね、まあ、何かが来るということですね。そして今回もちろんゴッド揃いあります。で、紫7冥王図柄揃いあるんですけど、まあ、全てがこうまろやかになってゴッドの出現率もちょっとまろやかになったらしいですよ。あとその、まあ、性能とかね、演出関係まろやかになってますということを言いましたけど、純増枚数もちょっとまろやかになってますね。 2.5 枚だったかな、コンサツが。可愛いですね、いちいち。そうなんですよ、いちいち可愛いんですよね。僕はあの火を吐くケルベロスが好きでしたけど、はい、あと綺麗なペルセポなので、ただやっぱりハーデスらしさというところはやっぱり他のゴッドシリーズではなかったゲーム数の上乗せ型の AT というところだったじゃないですか、はい、セットストック型じゃなくて、はい、まあ、そこをしっかり継承されているところは嬉しいですよね。当たりの図柄とか当たったタイミングに影響を与えることなく、しっかりゲーム数さえ乗せれれば枚数出せるっていう、そうですね、そこがやっぱり凱旋とハーデスの大きな違いでしたので、凱旋はどうしてもね、ループを取ってないとほぼ単発、乗せないと単発っていう中で、ハーデスはいかなる状況でもゲーム数さえ乗せてしまえば1回の当たりが大きく成長するっていうことありましたので、まあ、今回もそこは継承してます。ちょっとしばらく当たりが来そうにないので、あ、なんかなんだろうこれ、ステンドグラスみたいな、あ、そっか、ハーデスの兜演出みたいな感じですね。なるほどなるほど、じゃ続けばチャンスという感じか。おお、また巨大化来ました、中段機だな。さあちょっとステンドグラスって言っていいんですかね、奇数天杯の煽りも来ている中で中段機ならなんで、まあ、役割としてはね、もちろんゆるチャレの抽選、そしてモードアップ抽選ももちろんあると思いますので、ここはまた期待して良いんじゃないかな。ゆる何でしたっけ、ゆるベロスか。おおお、シーズン出てた。そうですそうです、このキャラクターが出てくると次のゲーム、ここを埋めるチャンスなんですよ。で、これ3つ並べば、まあ、通常時はゆるチャレの抽選なんですけど、4つでゆるチャレ濃厚になりますんで、はい、次のゲームチャンスですね。ドン、引ければそれを、残念という。おっ、ちょ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 、あ、サイドランプこれか、一番下ってことか。なるほど、いきます。おお、あそこは一緒ですね。チャンスのモード、あ、またモード、いきます。中段リプレイからダメなのか。おお、まあ、やや煽ってたぐらいなんですけどね、今チャンス演出から中断リプレイ引いた次ゲーム、まさか中断リプレイが刺さって次ゲームってことはないでしょうから、多分いたんでしょうね。まあ、ちょっと当選経験がわからないのもある意味ハーデスらしさというところか。すごい、初当たりのメインとなるのはこちらゆるチャレですね。でゆるチャレはまずこのゆるベロス、ゆるセポネ、ゆるハーデスのいずれかのキャラクターが選ばれて、まあ、それぞれジャッジメントの当選期待度違ってきますよというものですね。もちろん
ゆるベロとゆるセポのゆるハーデスの順に期待度上がっていくという感じです。いきましょう。誰が選ばれるか。セポネ、ゆるセポネならまあまあいいんじゃないかな。チャレンジオブゆるセポネというわけで、ここから15ゲームですね、チャレンジゲームになります。で7を狙え、これゆるセポネとゆるハーデスの時はカットインも出てきます。うん、もちろん揃えばアタッチメントですね。ああなるほど、もうこのゆるチャレンジ自体が AT なんで、ここでは枚数が若干増えますね。あなるほどね、こうやって続くんですね。終了ということですね。なるほどね、寂しいですね、ゆるチャレで終わっちゃうとね。あそこを突破しないと始まらないということですね。で今有力感ランプも消えて、また新しくついてスタートしてますね。ただ聞くところによると、このステージがね、通常時のステージの中ではまあ上位のステージとなるわけですけれども、まあ、有力感が始まった直後はこのステージにいてですね、この間は初当たりのチャンスもあるっていうふうに聞いてます。なので結構このステージにいる間は回したがいいとか、これぐらいの機会だったらゴッド引くまで帰れません、全然やれますね6553分の1だったら多分引いてるでしょう、今日もね、何名かのお客様。ただ確率はちょっとだけ軽くなってますけど、恩恵はしっかりありますから。今回もジャッジメント3つ、そして100ゲームの AT がついてきますんで、そのあたりももうほぼハーデスですよね、はい、通常で引く。お、これはギロチン演出、おなじみの3ゲーム目、熱いじゃないですか、あるんじゃない。はあ、よくこれでがっかりしてました、3ゲーム目で外れて、はい、ペナルティーがやっぱこうなるんですね。ああ、押し順間違えると休憩中、そこも表現としてはちょっと緩やかですね。そうですね、緩いですね、表現の仕方も、はい、いやでもすごい、今日ちょっとオープニングでもお話ししましたけど、1000人以上のお客様がこう並ばれる日があるわけじゃないですか、実際年に何回か、はいはい、やっぱそういうお店の店長のプレッシャーって、もちろんトミさんもそうですけど、はい、そういう多くのお客様が並ばれるってあろう日のプレッシャーって半端ないでしょうね。なんとも言えないですよね。集まるのは当たり前というか、まあ、前例があるわけじゃないですか。そうですそうですそうです。だから、まあ、前年比とか前年と比べてってどうしても言われるでしょう。一昨年とかね、そうですそうですそうです。状況が違うにもかかわらず、絶対まあ去年の同じ日と比べられると思うんで、いいステージ行きましたね。上がりましたね。だからそういう日のプレッシャーって、もう そこにいる人しか感じられない。でもあれって本当にね、なんか何とも言えない複雑な感情なんですよね。そうですよね。あとお客様が実際入った時の安堵感っていうのもね、はい、もうああよかったっていう。抽選やあのもう駐車場にぎっしりといらっしゃるお客様見て、あれを見てまずホッとするっていうね。営業これからなのにもう安心してるっていうね。そうそう、開店前にありますよね。そう、あとゾクゾクする感じですよね。わかります、ワクワクするというか。いや本当朝はね、立中の入りめちゃくちゃ気になるだろうなって思ってます。お、なんか強そう。おお、プッシュボタン来ましたよ。あざーす、プッシュボタン、これいきます。おー、でも3人出てきたら熱い。熱いですね。あとステージも今全長示唆してたんですかね。あ、そうですね。ゆるチャレ372ゲームですね。まあまあ、うん、深め。ゆるベロス、これ色あるんですかね。僕はなんか全部赤のような気がしてるんですけどね。でゆるベロスは10ゲームで、まあ、消化中はその中央上部のなんていうんですかね、うん、このシンボルの色を変えていく感じですね、うん、まあ、おなじみの黄色、緑、赤みたいな感じで、はい、全然ステップアップせん。
青ですね、青のままか。で最後はここで何が選ばれるか。おお、緑真ん中。まあまあまあ、可もなく不可もなくですかね。プッシュすごい可愛い外れ方キュンって毎回出るんですかね、プッシュ出たって強いのかなと思いました。ですね、はい、あ本当に5と6ですかこれ店長、森店長今日お疲れなんで数字を見間違ってるかもしれないかもしれないさあどうでしょう、当たりそうだな、当たった、おそらく。はい、285ゲーム、こちら2回目のゆるチャレ当選ですね。先ほどはゆるせっぽねでしたが、ここはゆるせっぽね、先ほどと同じ、15ゲームの、まあ、ゆるチャレですね。15ゲームカットインが先ほどは1回しかありませんでしたが、さあまだジャッジメント1回もない。あ、今回はまあ強い方ですね、カットインね。さっきのは青いカットインでしたけど、ハーデスの時はこれね、紫7テンパイで2角でしたけれど、今回どうなんでしょうね。おお、2角はい、これでゴッドラッシュ確定となります。さあ、あとはあジャッジメントか、なるほど。ってことはゴッドラッシュ確定したらゆるチャレはそこで終了ということですね。でゴッドラッシュ基本ゲームが、基本初期ゲームが40ゲームあります。そして、この40ゲームが始まる前にジャッジメントでゲーム数の上乗せをしてスタートするということで、初期ゲームは40ゲームプラスアルファですね。こういうことになります。さあここはおなじみのジャッジメント、どのキャラクターか。あー、ゆるせぽね尽くしですね今日は。はい、そうですね。というわけで、まあ、前回はケルベロス2、ゆるせぽね、ハーデスト、まあ、それぞれこう違うタイプのジャッジメントだったじゃないですか。今回すべて ST タイプの上乗せ特化ゾーンとなっております。でその ST の継続期待度がキャラクターによって変わってくるというものですね。で ST 自体は基本10ゲームなので、10ゲームの中で上乗せが1回発生するとまたゲーム数リセットするというところですね。図柄が揃えば上乗せですね。でジャッジメントはこの3種類以外にもですね、すごい強いジャッジメント H 図柄で突入する Go to Hell とかもあるんですけれども、まあ、そのあたりに行けばジャッジメント自体をストックするゾーンもあるという感じですね。大丈夫か、あと3ゲームしかない。ああ行きましたね、これでゲーム数が 10ゲーム乗ってまたゲーム数リセットですね。でもちろんこのカーンも純増 2.5 枚の AT ですから、まあ、ここを長く消化することも一つ枚数を稼ぐポイントになりますね。だからこう考えたらジャッジメントとそしてメインの AT と2種類の AT があるような感覚で捉えてもいいかもしれません。で AT にまあ入る前ですけれども、 AT ゴッドラッシュに入ってゲーム数の上乗せのメインとなるのがやはりこのジャッジメントということで、 AT 中もこのジャッジメントにいかに突入させれるかというのが大事になります。お、先ほどと同じカットイン、味覚ならず。おお、強演出で外して弱演出で揃うというのもよくある話ですが、揃わずラスト。おー、ちょっと弱かったな。15ゲームということで初期ゲーム55ゲームをもってのゴッドラッシュになります。さあ行きましょう。おー、音がすごい。ゴッドラッシュ、はい。で先ほどお話しした通り、消化中はジャッジメントを目指していきながら枚数を増やしていく AT となってます。なんかステージもあれですね、すごいポップな感じでいいですね。殺伐としておらず、
お、履歴内宝石3つですね。今一応これでもジャッジメントの抽選ありまして、通常時は4つでゆるチャレ濃厚、お、群馬出てきた。お、通常時はゆるチャレ濃厚でしたけども、 AT 中はジャッジメント濃厚になります。これが4つ全部つけば。ただ今の軍予告は熱いでしょう。はい、あ、こういうことでした。4連でジャッジメントですね。面白い。ゆるベロス、ここだけ見るとほぼハーデスなんですけど、ね、これが見えた瞬間に、さあさっきはゆるペロスで15ゲームの馬の手でした。 AT 残り21ゲームから ST タイプなのでね、ここも同じく10ゲームスタート上乗せすれば残りゲーム数リセットということになります。駆け抜けあるか、10ゲーム目。おー、なし、保証分だけ。まあまあしんどいですねこれは。残り25ゲームです。 1VV もちろん AT チームライブ状態あるでしょうからね、モードが高ければ上乗せのチャンスとなります。313、あ、来ましたね。まあ降格したというか AT 中の上位のステージ、ここはジャッジメント期待度アップと書いてある通りですね。残り23ゲームなのでここで持ってこれるかどうかでしょうね。あーゆる、あーゆるレディーって書いてありますね。あー煽ってるのか今。あー3ゲーム目、あーダメか。おーし、291ゲーム。なんかその辺でよく当たる感じですね。あれ、まあ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 超えればいい、超えればいい。赤、赤来い、赤。おお、さっきと一緒ですね。そうですね。ハハトミさん、それ多分6じゃなさそうですね。そうですね。なるほど、ちょっと怪しい、ちょっと怪しいですね。さあラスト1ゲームです。合計60ゲームの消化、ちょっと途中のタッチメントでね5ゲームしか獲得できなかったのが残念でした。これで AT のゲーム数は全て消化となりますが、まあ、これで完全に終わりというわけではないです。ここでですね、一応演出が発生して成功すると、ジャッジメントを引き戻して再び AT 突入となります。あなたのワイフチャンス、おー、いった。これに成功すると、まあ、この時点でジャッジメントがやってくると、さらにこの後の演出成功で、許せポネ以上のジャッジメントがやってくるということになります。これがまた嬉しいですよね。はい、ストーリーが流れます。許せポネとゆるハーですがね、昔々こうどうのこうのというお話ですね。ビンゴ見つけました、引っ張ってたのハーデスでしたっていうね。さあここからが演出です。告白成功で演出成功です。もじもじしてますねゆるハーデスが、らしくないですね。前回はこんなしてたのに、で鎖で縛ってやりたいですよね。お、ここで使うんだこれ。なるほど、コンボフリーズ。ああ失敗と。失敗でもジャッジメントはやってきます。はい、こういう感じです。今のが成功だとここがゆるせポネ以上、まあ失敗なんでねしょうがない。ゆるベロスです。で、初当たりの時は初期ゲームが40ゲームプラスアルファでしたけれども、引き戻した時の初期ゲームは20ゲームからになってます。テンパイもせんぞ、
ラスト。はあ、まあまあ難しいなあ。ケルベロス、いやユルベロス、ここはめちゃめちゃかっこいい。ゴッドシリーズで一番かっこいい、なんか突入の仕方ですね。ゆるくない、ここだけは。ここでまた来るのかな、あ、ありますね、毎回ありますね、ゲーム数がなくなったら。あなたのワイフチャンス、あー今回失敗か。でこれで完全にユリフカンランプが消えて終了ということになりますね。はい、そして終了画面でも何らかの示唆があるということで、まあ見るからに特に気にする必要のない終了画面ですね。197枚ね、ここで今ユリフカンランプが消えました。はい、でここでユリフカンランプつきましたね。ここまでが一応、まあ、基本的な AT の流れとなります。だーだーいやーもうなんかトミさん顔に出てますよいやーちょっともういいかなっていうのが、いや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 、そんなことないですあ、今からあれだったら仮面ライダーのゴーン行きますかうっぷん話にいやパチンコの方がね強そうですよね。そうですね。おお、3度目の正直、214回転、3度目の正直いきます。 まあまあ当たり早くないけど安定はしてましたね、200ゲーム内でさあいけ、そこを超えたい、あ超えた、うん、まあ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 、まあ、おーおーよしよしよし、これはトミさんちょっとアテントいかんですよ。15ゲームですね、今から、今から初めて見るチャレンジオブユルハーです。やっぱりここもカットイン待ちみたいなところはあるでしょうから ね、図柄を揃えないと。これやばない、大丈夫か、ハーデスですよ、来た、ちょっと青いけど決めろ、おお、さすが、ちょっと危なかったですねよかったです。さあジャッジメントを見ていきましょう。ああ、これはゆるチャレがハーデスでハーデス突破したから、まあ、ここがハーデスになったんでしょうかね。まあ関連はあるでしょうね。はい、さあいきます。3つのキャラの中では最もね、この ST 継続期待度も高いハーデスですから期待しましょう。おー、いきなり乗った。で、今その名誉地柄呪いの高確率っていうのも出てますんでね、ここもしっかり揃えたい。お、え、簡単に乗るね。乗りますね。これはユルベロスとは大違いだ。差を感じますね、やっぱり。だいぶ、だいぶ差を感じますね。これが来ないですね。来ないですね。ああ来た来た来た。弱いか。まあでもさっきそのカットインで揃ってますから。ああ。頼む。ああ。どうなんでしょうね。まあちょっとこれはやれなかった感じですね。やれなかったんでしょうね。60ゲーム、60ゲーム。まあやっぱりレバー鬼気合が入ってないですよねもうやっぱり今日ね営業中のお店で3000枚出してきてるんで、そうですね、ちょっとね気合が足りなかったのかもしれないですね。まあでもここからですから、あー266枚さあ、あーユルベロスか。まあどうしてもとおっしゃるのなら森店長に一度確認していただいても結構ですけど、あー、クレオフしてしまいましたつい、いや今のはまあ
突入時がハーデスだっただけにですね、ちょっと残念でしたね。そろそろなんか違う文字も見たいんですけどね。さあ、ダイヤ3連ですね。一応チャンスです、まあ、高設定なんでね、当たってくれたら嬉しい。おお、言った言った、ゆるチャレ確定です、4連通常時。なんかこっちの方が初当たりに関しては よく感じますね、まあ、これはたまたまかもしれんけど。さあ、というわけでここまでこの台はゆるチャレが2回、ジャッジメント当選が1回で、これが3回目の初当たりということになります。チャンスしか見たことないわ。はい、いろいろあるんでしょうけどね、今回はなんか穴子っていうのもあるらしいですね。あ、穴子、漢字で穴子って出るらしいです。あ、そっちの、はい、そうそうそう、魚の方ですね。そうです。さあ、いきます。おお、ゆるベロス、ゆるベロス、ここはトミさんも苦労したゆるベロスですね、はい、お、一気に赤になりましたよ、青から。おー、ラスト1ゲーム赤は期待していい色だ。さあ、いけ。あ、本気の爪がある。緑、赤、金ですね。こっちが6じゃないかな。こっちが6じゃないかな。本気の爪見せてみろ。あ、炎ブレス、まあまあでもいいんじゃない、赤なんで。あ、ファイヤーですね。おー、いった。さあ、これで今3の2でジャッジメント当選してます。まあ、多分こっちが6だろうな。ですね。参りましょうぞ。さあ、本日2回目のジャッジメントはユルセポネですね。先ほどあまり乗せれませんでした。今回どうか。いきなり鏡が出てきた。鏡というかグラスが出てきた。ちょっとね、ここは、お、ボタンはさすがに強いんじゃないか。チャンスか。中断機なら乗るでしょう。むしろゲーム数に期待したいですよね、ここね。何ゲーム乗るの。花をかけ、ヨルセポネ、期待度星3つ半。あー、行きましたね。さあ、何ゲームだ。20、ああ、いいですね。やっぱ中断機なら強い。 ST を楽しみたいけど、なかなか ST は楽しめてないですよ。ラスト上乗せ1回だけか、それともここでつなぐか。ああ、ここであんまり大量に乗せれるイメージは正直今のところですね、ないですね。65ゲームの初期ゲームということになります。ここはめちゃくちゃかっこいい。3分の2でジャッジメントを獲得できるって結構難しいんじゃないかなと思います、普通の設定だったら。まあ、あとたまたまかもしれませんけど、 AT 中毎回このジャッジメントの高確率にいってます、こちらの台は早い段階で。トミーさんの方は、まあ、さっき一度も行かなかったですね、はい。何の煽りかな今の。はい、上乗せできず65ゲーム消化です。あなたのワイフチャンス。あー、森店長森店長、ちゃんと打ち返ったこれこれマジか。深夜の展開じゃないですよねもうちょっと明るい時間ならまだ耐えれるけど、
深夜には耐え難い展開ですよね。そうですね、修行ですもはや。というか、まあ、5か6なんだもんな。いや、わかんないですよ、それは本当に本当に前代打ち替えたのかな。プロですからね、設定変更に関しては。 そんな、まさか、まさかそんなことがあったらちょっと、引きますよ。不安ですよね、営業中も。あれ、これ本当に大丈夫っていう。ああ、そうか、1時半ですね、今。ちょっと一回休憩入れましょうかね。もうこれもプシュンみたいなね。もうちょっとびっくりしました。おお、ミッション喜べ。おお、それは古い、それプレミア演出じゃないですか。いや、これ今70乗せてジャッジメントストックしましたんで、まあまあこの AT は強いと思いますよ。いや、伸ばさないかんでしょ、ここはまだまだ。